たんですよ、なんとなく、はい、と思ってて。でも本当に実際はね、こういう風に決まってちゃんとキャストの方もみんな揃って、スタッフの方もほとんど本当に一緒ですし、皆さんまたこうして現場、同じ現場でみんなが揃うということは本当にめったにないことだと思うんです。だからそうやってまた皆さんと一緒にお仕事できるのはすごく嬉しかったです。スタジオの場所も同じですしね、本当にセットもの場所とかも全部同じで、とてもまた建てたとは思えない感じがしました。もう2年間ずっとそこにあったんじゃないかなって思うぐらい、そのまんまそこにありましたね。水餃子はあれです、ロクちゃんのね、新しくなんか作業場というか、ちょっとちょこっと増設されてて、そこは新しくできます。ちょっとおおって思いました。はい、前作の時も本当に想像以上だったというか、自分がお芝居する時はやっぱりまあ台本見ていろいろ想像しながらやるじゃないですか。でも本当にそれをはるかに超えた映像であったり、本当にそういう映画だったので、今回も私が思ってる以上のそういう素敵な映画になるんじゃないかなって楽しみにしてます。